ニクラス・ベントナーは、デンマークの首都、コペンハーゲン出身の元サッカー選手。元デンマーク代表。現役時代のポジションはフォワード。FC コペンハーゲンのユースチームで頭角を表し、2004年にイングランドのアーセナル FC へ移籍。2006年から2年間は、バーミンガムティ FC へとレンタル移籍シリーグ戦11得点と、活躍する。 2007から08シーズンからはアーセナルへ復帰。当時チームの主力フォワードであったティエリアンリは、アーセナル対談を取り沙てされていた2007年6月に、クラブのウェブページを通じて、チームには素晴らしい才能の持ち主が揃っているとして、ロビン・ファン・ペルシ、エマニュエル・アデバ・オールと共に、将来の主力ストライカー候補にベントナーの名を挙げていた。エドアルド・ダ・シルバや、 ロビンファンペル氏の不祥離脱もあり、存在感を示すこととなった。なお、2008年、カーリングカップのスパーズ戦の試合中に、チームメイトのエマニュエル・アデバ・オールとコゼリアを起こした。2008から09シーズンはやや伸び悩んだかに見えたが、最終的には、シーズン9得点を記録した。なお、2008年のチャンピオンズリーグの試合にて、ピンクのスパイクを身につけたことで物議を醸した。 ベントナー自身はピンクのブーツが大好きと語っており、また今までにピンクを使っている選手を見たことがないとしてピンクのスパイクの走りであることを自負している。2009から10シーズンにより背番号をこれまでの26から52に変更した。また背番号変更に伴いすでに僕のネームと背番号入りの2009から10シーズンユニフォームを 多くのファンが購入してくれたみたいだね。だから、前の背番号が入ったユニフォームの交換費用は、僕が個人的に負担したいと思う。ファンの皆に迷惑がかからないことを保証するよ。というコメントを発表している。なお、ベイリーメール紙は、その負担額を1万ポンドと算出している。2009から10シーズンは6得点に止まり負傷で、離脱した。 ファンペルシーの穴を埋め切れず、2010から11、シーズンは、ファンペルシーの校長と新加入のマルアーヌ・シャマフの存在があり、出場機会の確保すら、ままならず、2得点に止まった。2011年8月31日、出場機会を求めて、サンダーランド AFC に、レンタル移籍。チームトップの8得点を記録したが、13位に止まった。2012年8月31日、 セリエユベントス FC へ買取オプション付きのレンタル遺跡が決定。しかし12月に行われたコッパイタリアのカリアリ戦で怪我を負い、その影響もあって無得点と結果を残せず、買取オプションは行使されなかった。2013年9月、キャピタルワンカップ3回戦のウエストブロムウィッチ戦に向けた記者会見において、ベントナーについて問われたアーセン・ベンゲル監督は、 良いプレーをすればファンは全て許してくれる、との趣旨のコメントを出し活躍の期待を示していたが、そこの悪さから監督の信頼を失い2014年3月11日のコッペンハーゲンでの事案を受けた記者へのコメントで、ニクラスとアーセナルの契約は2014年夏に終了すると言命されるに至った。同年8月15日に VFL ボルフスブルクに3年契約で加入した。 ボルフスブルクでは、ストライカーとしては、珍しい3を着用するが、本人は、お母さんがこの番号を選んでくれたからと語っている。しかし、度重なる練習への遅刻や、ボルフスブルクの、メインスポンサーであるフォルクスワーゲンのライバル社、ベンツの画像を SNS へ投稿するなどの行動を、受け、2016年4月26日に、ボルフスブルクと契約解消で合意し、解雇された。 2016年9月7日、イングランド2部のノッティンガムフォレスト FC へ自由移籍で加入した。2017年3月6日、ローゼンボリビー系へ3年契約で移籍した。2019年、ユース時代に所属していた FC コペンハーゲンへ12月までの短期契約で移籍した。デンマークスーペルリーガでのプレーは今回が初となる。2021年6月3日、 現役引退を表明した。代表では2004年にはデンマーク U-17 代表で15試合に出場し6得点。デンマーク U-17 代表のプレイヤーオブザイヤー,ーとなる。2006年8月16日のポーランド戦で A 代表デビューを果たし、その試合で初得点を挙げる。2010FIFA フフワールドカップ。 ヨーロッパ予選では3得点を挙げ、デンマークの1位通過に貢献。2010FIFA ワールドカップホーム戦では、グループリーグ第2戦のカメルーン戦で、同点ゴールを決め、デンマークの勝利に貢献した。2012年6月13日に行われた UEFA ユーロ2012のポルトガル戦でゴールを決めた後にユニフォームをまくり、パンツを見せたが、 そのパンツにパディーパワーという名のブックメーカー企業のロゴが入っていたため2014年 W 杯欧州予選での1試合の出場停止と10万ユーロの罰金を受けた。その後企業が罰金を負担した。2015年3月25日のアメリカとの親善試合では自身代表では初となるハットトリックを達成した。2015年に行われた欧州選手権予選の プレーオフでスウェーデン代表に敗れた際、自分たちはどちらも本物だ。などと述べ相手チームで活躍したイラブラヒモビッチを引き合いに出し、尊敬しているなどと同型を示した。2018年のワールドカップにおいては、選出候補の35人に入っていたが、怪我もあり、最終23人のメンバーからは外れた。ボディーコンタクトに強く、柔らかいボールタッチを披露する。 また、長身からの力強いヘディングで知られている。しかし、度重なる怪我からポテンシャルを発揮できていない。ベントナーは、SNS 上での風変わりで尊大な態度から、しばしば、ベントナー男爵と呼ばれていたが、2015年初頭に、ファンよりイギリスにある領地を譲り受けたことで、正式に男爵となった。女性変歴が激しく、2010年12月16日には、 当時の恋人で13歳年上のテレビ番組司会者カロリーネ・フレミングがベントナーの子を出産している。長男誕生後にカロリーネ・フレミングと婚約するもその後破局。2011年からデンマーク生まれのオランダ人モデルジュリー・ザンゲンバーグと交際している。2011年12月1日コペンハーゲンのピザ屋でピザを買おうとしたが クレジットカードが使えず代金が支払えなかった。そこで無料でピザの提供を求めたがそれを拒否され、店の店員に、俺が誰だか知らないのか、店ごと買うことだってできるんだぞと暴言を吐き、騒動を起こした。結局、店に居合わせた少女が代金を肩代わりすることになった。さらに、ピザ屋での事件から間もない2011年12月6日、 入滑するアポンタインにある駐車場でチームメイトのリーカッターモールと共に数台の自動車を破壊し、鬼没損壊罪で逮捕された。2013年3月3日、コッペンハーゲン市内にて乗用車を運転中に警察から飲酒運転容疑で逮捕された。これを受けて、デンマークサッカー連盟は6ヶ月間の出場停止処分を下した。これにより、処分期間中、 デンマーク代表の試合に出場できなくなった。11月23日、自宅マンションのジムのプールで、ドアがシステムエラーによって、ロックが解除できなかったため、鍵を壊してしまい、起物損壊罪で逮捕された。2018年11月、タクシー運転手を暴行したとして、デンマークで50日間の刑を宣告された。11月21日、刑務所、または 自宅南京のいずれかで刑を宣告することを受け入れ、上訴を取り下げた、正当防衛を主張していたが、謝罪声明を発表した。ありがとうございます。